さんこんにちは、きなここです。今日はですね、ずっとずっとみんなにやってくださいって言われてたルームツアーをやろうと思います。イエーイ。もう本当に大変お待たせいたしました。もうね、部屋が全然片付かなくってさ、今も片付いてないんですけど、ちょっと見せれるぐらいにはなったかなって感じなので、うちにある家具の購入先とかインテリアの購入先とかをできるだけ詳しく動画にまとめようと思ってるので、よかったら最後まで見てください。でちなみに、うちよく一軒家ですかって言われるんですけど、私が住んでるのは 2LDK の賃貸です。で、庭付きです。でも私が住んでるのめちゃめちゃ田舎なので、家賃は都会の多分ね、半分以下ぐらいじゃないかな。めちゃめちゃ安いの。なので私よく壁とかに棚とかつけたりとかしてるんですけど、賃貸でも大丈夫なやつを主に使ってるので、賃貸に住んでる方はぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。では早速レッツゴー。こちらがリビングになります。もともとここダイニングテーブル大きめのやつ置いてたんですけど、なんかそんなにお客さん来ないなって思って、ちっちゃめのテーブルに買い替えました。前に行った事務所で MVP 取って3万円以内だったら何でも買っていいよって言われたので、このテーブルとこの子供用の椅子2脚と、後で出てくるんですけど、長男の学習机用の椅子を買いました。これは全部 Amazon で買いました。真ん中に置いてるチューリップのやつはこれセリアですね、両方とも。え、セリアやったかな、わかんない。チューリップがちょっと微妙かもしれない。で、これ、あ、違う、これダイソーだわ。こっち花瓶ダイソーで、こっちセリアやったかなんやったかちょっと忘れちゃった、ごめんね。はい、そしてこちらチェストの上の部分ですね。これね、ちょっと在宅ワークが増えたので、浄水器にもなるし、コーヒーメーカーみたいにもなるやつを導入しました。これめっちゃいいよ。うちも赤ちゃんいないから使わないけどさ、常温でも飲めるし、ここ押したらミルクの温度にしてくれるの、めっちゃ便利で、これはもう熱々にしてくれる、10秒ぐらいでお湯沸かしてくれて、で、こっから熱々のお湯が出るので、ちょっとラーメン食べたい時とか、もうこれでやったらもう一発でできます。普通のお水飲みたい時はもうここ押したらすぐに出るようになるので、めちゃいい。で、私最近なんかジムのトレーナーの人にコーヒー飲んでくださいって言われるので、コーヒーよく飲むんですけど、これもね、コーヒーも飲めるし、ウーロン茶も飲めるし、紅茶も飲めるしみたいな、何でもできんので、ここパカッて開けて、で、ここにコーヒーのフィルター入れてピッてしたらもうすぐにコーヒー出るから、めっちゃ飲みやすい。しかもね、カプセルとか入れなくっても普通のコーヒーの粉みたいなやつを入れて、で、ボタン押すだけでもコーヒー出てくるから、自分の好きな銘柄でコーヒー飲める、めっちゃいい。あ、やばい、お湯沸かしちゃった。これめちゃめちゃおすすめです。僕は大事に君を愛せてるかい。このね、お盆はね、これ楽天で買ったかな、楽天で買った気がします。これこの前ムーミン店に行ったので、その時に買ったポストカードをなんかどこに置いたらいいかわかんないから、とりあえずここに置いてる。で、これはね、ダイソーとかで買いました。ダイソーとセリアかな。で、これフォロワーさんにもらったミフィーちゃんのコースター、めっちゃ可愛くない？もったいなすぎて全然使えないんですけど。で、これなんか仕事で東京に行った時に IKEA で買いました。全然使ってない。で、奥の方にこれ。これが、これはね、これニトリで買い、ニトリのネットショップで買いました。これ確かネットショップ限定のやつやった気がする。この瓶は雑貨屋さんで買いました。ちょっと一人元気ないんやけど、大丈夫そう？これ中身のやつはニコアンドで買って、で、この瓶はね、あのね、愛媛県人がわかるように言うと、モノクリップの近くのとこ。で、買いました。で、このキャンドルスタンドとキャンドルはこれ3コインズのやつですね。かわいい。これニトリのライト。本当はライトつくんですけど、ちょっと今電池がないからつかない。で、これ友達がくれたイソップ。で、これはカルディで買いました。なんか人気のやつやったらしくって、たまたまいっぱい在庫がある時に見つけたので、1個だけ買わせていただきました。めっちゃかわいい。後ろがスライド式になってて、この中にお菓子が入って売られてました。かわいい。で、これ後ろのやつは、これどこで買ったんだろう、ちょっと忘れたな。ちょっと出しときます、調べて。なんかこれ用途よくわかんないけど、なんかおしゃれな人よくこれ飾ってるから、とりあえず買ってみた。このフォトスタンドも3コインズですね。で、これ木はですね、ニトリのガラス瓶に銅炭ツツジっていう種類の木を刺してます。私銅炭ツツジが3年ぐらい欲しくって、で、この前友達と出かけてる時にたまたま見つけて、めっちゃテンション上がって、え、ちょっとごめん買っていいって言って、これ買ってさ、もうこれごと大きい袋に包んでもらってさ、もう木を担いで帰りよったらさ、友達にわ、リアル森ガールだねってめっちゃ笑われたの。本当だーっつって。リビング周りはこんな感じですかね。ほんで次テレビ周りですね。これソファーちょっとどこのブランドかわかんない、アウトレットで買ったから
ちょっとブランド名が分かんなくて申し訳ないんですけど、すいません。うちの子供たちめちゃめちゃ寒がりなので、ここら辺に毛布をいつも置いてます。今日はちゃんと畳んでるけど、いつももうなんかぐしゃーってなってる。ちょっとさっきまでお菓子食べながら作業してたので、ちょっとお菓子とかあるんですけど。この机は無印で買いました。これこたつにもなるやつなんだよね。ちょっと広めのローテーブルが欲しくって、で探してたらちょうどあったので買ってみました。この椅子は子供たちが座るやつなんですけど、これはバースデーで買いました。でこれはね、うちハムちゃん飼ってるので、これハムちゃんのゲージですね。でハムちゃんのゲージを3コインズの机みたいなやつの上に乗せてます。でその下にこの無印で買った、本当は多分化粧品とか入れるんやろうけど、なんかコードとか入れてまとめてこの下に収納してます。で上にはちょっと今ないんだけどこれティッシュケースですね。これはニコアンドで買いました。でも雑貨屋さん結構いろんなところで見かけるので、雑貨屋さんに大体あるんじゃないかなと思います。多分ネットにもある。でこれ水差し、なんていうん、ジョーロ、イケアで買いました。でこれはなんかカゴバッグなんですけど、これなんか水に濡れてもいい素材らしくって、なんか子供たちと出かけた時に使えるかなと思って買ったんですけど、結局使わずインテリアと化してますね。で中にミモザ入れてて、で星のスティック、なんか写真映えするかなと思って買ったやつを2つぐらいここに入れてます。どこに収納したらいいか分かんないんだよね、こういうの。でこれは地元の雑貨屋さんで買いました。愛媛県人が分かるように言うと、東雲の近くの雑貨屋さん、ちょっと名前分かんない、ごめんなさい。でこれはマルシェで買いました。でテレビの横にあるやつはこれウォーターサーバーなんですけど、本当はここにペットボトルが刺さってて、でそのペットボトルの水をなんかあったかくしてくれたり、お水で出してくれたりするやつなんですけど、これめっちゃ使い勝手よくって、まあ今、水ないんだけど今子供たちが自分でお水つげたりするので、これめちゃめちゃ便利です。でごめんちょっとね、さっきまでさ歌プリ見よったけんさ、ごめんテレビつけっぱなしやったけど、あんたごめんね、消す。で横にさっきも紹介したニトリのなんかお手拭き入れみたいな、うちお尻拭き入れてるんですけど、お尻拭き入れを置いてます。もうご飯めっちゃこぼすからあの人たち。でこのテレビの台はこれニトリで買いました。色味がねすごいうちに合ってて可愛いの。あらしーちゃん出てきたな、おにゃ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 。でその横にスイッチとか、スイッチで使うなんかこんなおもちゃ植木鉢の中に入れてます。でこのテレビボードは無印のやつですね。でこのテレビの上のとこですね、この上のこの棚はこれ無印のやつですね。無印で買いました。でこのミーフィーちゃんのやつはお友達が誕生日の時にくれました。無印の湿度計があって、でニコアンドで買ったなんかいい匂いのするやつ、まあもう今はもう匂いも何もしないんだけどいい香りがするはずのやつがあって、でこれはこれも無印の時計ですね。これはネットで買ったかな。これめっちゃいいんですよ。この長い針の方だけ赤になってて、でこうフンが周りに書いてあるから、ちょっと今子供が時計の読み方勉強中なので、子供でも読めるように読みやすいやつにしました。隣の部屋にあるのが私の作業用デスクと、反対側に長男の勉強机を置いてます。もうすごいぐちゃぐちゃしてて恥ずかしいんですけど、これはねちょっとね運動不足なるなと思ってちょっと買ってみたんだけど、まあ言うて乗ってないこれ奥のところに実は掃除機がかけてあって、いつでも掃除機かけれるようにここにしまってあります。これはね壁美人ってやつで、壁に板をつけて、でそこにセリアで買ってきたフックをつけて、でもともとこのマキタの掃除機にこの引っ掛ける部分がついてるので、これを引っ掛けて収納してます。壁美人めっちゃおすすめ、賃貸の人で。ここだいたい私の仕事関係のものがあったりとか、これ無印の棚にいろいろ入れてるんですけど、もうだいたいマジで無印、私これも無印やし、この本をこう整頓しとるやつも無印やし、なんか仕事管理してるファイルとかも全部無印です。あ、これだけニトリだわ、これだけニトリです。これはね安くてね、なんか見た目無印っぽいのでこれ買いましたでこのファイルも無印、ここら辺保険関係だな。でたまにやるこれフォームローラー、痛くてやりたくないこれもこれなんか300円均一みたいなとこで買いました。スリコではない。愛媛県人に分かるように言うと、エミフルの映画館の横にある300円均一のところ。でその下にこれお裁縫道具を収納してますね。これタワーのやつです。でここに無印のゴミ箱を入れてます。なんか作業するときはゴミ箱ここに持ってきてポイポイ入れながら作業することが多いです。でこれプリンターのとこはね、これねどっかに
つけようと思ったままつけてない無印の服があるでプリンターの上になんかこれどこに置いたらいいか分かんなくてとりあえずプリンターの上に置いてるだけなんですけど、これ喋るパンダですね。でこのお花は私がアパレル退職するときにお店のスタッフのみんなからもらった、かわいい、かわいくてずっと飾ってる。これなんかお気に入りのフームルルルルルルフームフレグランスですね。これね、何のやつだろう。マイフローアロマルームミストだって。わかんない、ちょっとみんな検索して。これも雑貨屋さんで買いました。愛媛県人にわかるように言うと、ボンマーケットで買いました。無印の、なんて言うんだろう、これ。わかんない。知識がなさすぎて本当にごめんね。なんかカゴのやつに、なんか中上から見るとすごいごちゃごちゃしてるんですけど、これ多分危険だからあんまやらない方がいい。なんかコンセント類を収納して、でここでなんか充電できるようにしてます。突っ込んで本当はね、こことかにこうね、なんか棚つけてさ、また無印のこうやって充電ステーションみたいなのしたいんだけど、ちょっとね疲れ切ってね、そんなことやる気にならないので、横にまたこれまた無印だね。どんだけ無印好きなん。無印の加湿器置いてます。で上のとこにね、これ全然使ってないけどこれで CD 聴けるの可愛いでしょ。これはねメルカリで買いました。フォロワーの方がくれたの、可愛くない。なんかゲーム配信やりたいなと思って、これ座る用のハンモックなんだけど、でベッド周りのインテリアなんですけど、どんだけ加湿したんやろね私。めっちゃ埃ってる、全然掃除してないけん。